YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。りんごです。はい、いよいよ明日パズドラのアップデート 17.3 が、やってまいりますね。この間 17.2 のね動画上げたと思うんですけど、あっという間ですね。うん、まあこのね、ガンホーリボノモス動画第2弾なんですけども、意外とね前回面白かったんで今回も作ってみましたけど、ただ前回僕らがね声を大にして言ったことが反映されてるやつがあるんですよ。それ何かと言いますと、今回とりあえず5対5で指定ができると、これずっと僕言ってたの、複数体指定できたら楽なのになってね、これが反映されたっていうのはやはりこのねモノモース動画の影響ではないでしょうか。うん。はい、でもやっぱりこうやってね、意見を言っていくっていうのが大事だから、こうしてほしい、ああしてほしい、パズドラが大好きだからこそ言うんですよ。うん、これが大事。これからもね、翼チャンネルガンガンと、言っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまず今回の、アップデート内容を簡単に、さらっていきましょう。まずはね、これ一番でかいのはやっぱりトレード機能の強化、これに尽きるんじゃないでしょうか。どういう風に強化されるかって言いますと、まず今までトレードっていうのはフレンドになって30日経たないとできなかったじゃないですか。これがもうフレンドになった瞬間、レベルが110を超えていればすぐできちゃう。これはいいですね。うん、フレンドになりました、じゃあトレード30日後ですねっていうのなくていいんですよ。その煩わしい30日間がなくなった、これだけでもすごく嬉しいと思う人は多いんじゃないでしょうか。はい、で続きまして、先ほど見ましたけどトレードを5対5で指定できると、最大5個まで指定できると。だから P5 種類出して、こっちで何か別な、例えばキラー5種類指定するみたいな、それができるようになったと。うん、これもいいですね。渡す側もいやこのキラーじゃなければあげられたんだけどなみたいなのありますから、そういうトレードのスムーズ化、活性化にはつながるんじゃないでしょうか。これもいいと思います。はい、この5種類ずつ指定できるトレードが最大3個まで一気にできると、これもいいじゃないですか。やっぱりなぜかというと、今回例えばじゃあ P 指定するとで、ね、レア度の違う、例えば次ノエルオプトレンド出すとか、とレア度の違うものを3つ出せるっていうのがこれいいですね。より活性化すると思います。ただただですよ、このトレードのアップデートによっていいことだけじゃないんですよ。うん、悪いことももちろんあります。メリットデメリットちょっと紹介したいと思うんですけど、まあメリットとしては今言いました活性化するっていうのはいいこと思うんですよ。でそれとなおかつ5種類指定できて、3枠ということで15体一時的にボックスから開けることができる。これまあボックスね、無課金で運営してる人分かると思う、やっぱカツカツな時期あるじゃないですか。で今みたいにチケット集めとか来た時にいきなりうわ全然ボックス足らないよ、魔法石もないよって時に、一時的とはいえ15個開けられるんですよ。これはすごくいいと思いますよ。魔法石で言えば3つ分ですから、これは嬉しいと思います。はい、ただデメリット、まああえてここはデメリットと言わせてもらいます。なぜかと言いますと、トレードが30日経たなくてもすぐできるということはですよ、裏を返せばレベル110になりさえばできちゃうってことなんですよ。超絶経験値ね、7倍とかあるじゃないですか。ああいう時に例えばリセマラをしてしまえば110レベルなんていうのはあっという間にいっちゃうんですよ。どういうことかというと、そういう時にリセマラして110にしてね、溜まってる魔法石でレアガチャ引いて、引いたキャラを売ってモンポにして P とかと交換みたいなすると、無限にね自分の本若の方にリセマラしてどん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 移せちゃうわけですよ、欲しいキャラを。確かにこれは問題はないですよ、法の抜け穴ではないですけど、合法です。まあ合法っていうか、まあルール上 OK なものです。ただそれをしまくることによってやっぱり何か規制がかかってしまったりするんではないかっていう懸念があるんです。これがデメリットです。まあサブワーク持ってる人いっぱいいるでしょうよ、やりくりしてノエルだとか P だとかっていうのを移すことができちゃうと。これがまあ今後どうなるかっていうのはちょっと気になりますね。これが一番まず大きな目玉のアップデートではないでしょうか。はい、続きまして、モンスター交換所で一部モンスターの一括交換が可能になりますと。はい、これ今ねチケットの来てますね。それとかも一度に、今までだったら例えばじゃあうわボックスいっぱいになった、じゃあ交換しようっつって一時 5個選んで交換してね続けてやってたんですけど、それがいらなくなる、一気に30体まで指定してボンってできると、これは嬉しいですね。純粋に嬉しいです、これは。ただ、僕としてはそれをやるよりもスタック化してほしかったね。やっぱりチケットとか、その今回周回するようなそういうメダルとかのやつはスタック化してほしかったです、僕は。まあでもスタック化させないぞっていう運営の強い意志も感じましたね。まあしょうがないですけどね。まあでもこのトレードの、トレードというかそのね交換のアップデートでちょっと良しとしましょう今回は。
で続きましてモンスター図鑑でモンスター名で検索できると、これはいいですね。今まで図鑑ナンバーが分かんなかったらどこだどこだって探さなきゃいけなかったからで困るよね。例えばあのキャラ図鑑ナンバーなんだか分かんないじゃん。図鑑ナンバーなんか多分記憶してる人いないでしょ全く。まあ好きなキャラだったら別かもしんないけど、キャラも多いしね。でそれを名前で検索できるっていうのはすごく助かると思いますね、うん、これはいいと思います。図鑑ナンバー見ることあるでも、いや図鑑ナンバーっていうかこのキャラを持ってたことがあるかどうかっていうことよ。例えばでそれがほら透明か光ってるかでしょ結局、持ってたか持ってないか。だけどそのそいつどこだよみたいなすごい大変じゃん。それが名前で検索できるってのはすごいいいと思います。はい、で続きまして何体以下編成のダンジョンね、3体か4体かのダンジョンに入るときに今まではそのダンジョンに合わせて減らさなきゃいけなかったんだけど、もう5体フル入ってても、勝手にこう右側から削られて入れますよ。まあこれは細かいあのアップデートですけどいいですよね。ただまあ自分で入りたい編成があるんだったらそれなりに左側に寄せて編成しなきゃいけないっていうのはあるんですけどね、まあそこだけは注意してください。はい、でランダン最近増えてますので王冠の種類が追加されます。まあこれは当たり前ですね。まあアップデートって毎回、ありますからね。これはね王冠の種類が増えるっていうのは次どういうイラストになるのか楽しみですね。でモンスターボックスの最大数が6000から7000、これねまあ増えるのはいいんですけど、やっぱ僕はスタック化が一番先だと思うんですけどね。であとは今ボックスフルになってる人、まあ僕は全然フルじゃないですけどフルになってる人からしたら、いやもう7000とかケチなこと言われて1万ぐらいまで増やせやみたいなね、うん、魔法石使ってやるからみたいなって人もいると思うんですよ。なんでこうちょびちょびなのかね分かんないですけど、もっとバンって増やしてもいいと思うんですけどね。だって増やすには魔法石使うしかないんですから、別に僕は増やしてもいいと思うんですけどね。はい、で続きまして覚醒スキル系のねアップデートなんですけど、覚醒スキルがまず増えますね。これはでも賛否両論あると思いますよ。この覚醒スキルを持ったキャラがすぐ出てくるか分かんないですけど、これはね1個で 100% でしょバランス崩れるよね。ましてやこれの武器なんか出ちゃった時なんかすごいですよ。いやでも武器はまだまだ先じゃないですか。いやもちろんまだまだ先だと思うよ、思うんだけど、1個で暗闇 100%、 1個でお邪魔 100%、 1個で毒 100%、 バランス崩れるよね。ワンちゃんだから次来るコラボのチャンピオンでもしかしたらこの覚醒が出てくるかもしれない。あーもう出てくるかもしれないってこと。怖いね、まあ、バランスは崩れるし編成とかいろいろ変わってくるよね、うん、これはまあ楽しみでもあり怖くもありますよねこれね。レイピアクレクレクなんで出たってもううわー毒武器欲しいってのもね、もうこれが出たからもうなくなりますそれも、うん、これはちょっと続報を待ちましょう。はい、であとはお邪魔ドロップの加護、ドグドロップの加護、まあそれぞれ落ちやすくなる、覚醒スキルがあるということですね。これはまあ使い道がちょっとねまあなかなか限られてると思うんですけど、まあ面白い、スキルだと思います。覚醒スキルだと思います。はい、で続きまして一部覚醒スキルが調整すると、超追加攻撃とか、ダメージ軽減、火のダメージ軽減とかそういうスキルがちょっとね、情報修正されたりするんですけど、一番はやっぱりこの超追加攻撃。今まではね火のせい、あ、じゃあ回復の正方形組んだら2攻撃がいったじゃないですか。ただそれが99になると、これになることによってどうなるかというと99以下のやつを一気に倒せると。厄介なやついるでしょ、みんなの頭の中多分思い浮かんでるキャラ、あのキャラだと思うんですけど、あいつを超追撃で倒せると、これはまた面白くなってきますね。超追撃の運用の仕方とかね、それを持ってるキャラが変わってきますよ。なおかつこの超追撃2個持ってるやつはじゃあ198になるのかなと。そうだね、ね、これもまた面白いですよ。いいですね。それに合わせてですね、あのダメージ軽減の、覚醒スキルの情報修正が行われることによって、まあ、蓬莱とかエルドラド電流系のやつらの、覚醒スキルの数が減ります、うん、まあ一個一個が上昇するんで、全体的には多分変わらないと思うんですけど、覚醒スキルの数が変わりますね。で最後これがもうね目玉の2つ目ですよ。テクニカルダンジョンに新たなダンジョンが追加されます。裏異形ついに来ました。新しいダンジョン出せ出せと、もうユーザーうるさかったと思うんですけど、ついに来ました裏異形と。ただネダリュー早い。そうなんですよね。このね裏異形が登場っていうやつのバナー見ればわかると思うんですけど、クンプーがいるんですよね。まあそこの横にチラッとこうね、ニジピーもいますけど、もうクンプーたち来ちゃうかと。まあわかんない、クンプーだけってことはないと思うんですよ。もちろんクンプーロックスとかね、あのレーダー流とか全部出ると思うんですけど、もう来ちゃうのかいと。早いよね、ちょっと早い。もう
まあもちろんね、これ出たからよっしゃこっちでクンポを取ろうっていうことはね、ある程度のレベルまで達してないユーザーは無理だと思うんですけど、うん、これはまた楽しみですよね、あの裏が出るっていうのはですね、はい、でそれだそうで、そこで新しいキャラ、弓毒の魔学者ガスロね、この骸骨みたいなやつが出るんですよ。これがドロップキャラとして出るんですけども、何がびっくり、こいつの武器毒3つ持ちですよ。毒3つ持ちの武器って今まで2、3個しかないですけど、ドロップで出ちゃうと、これはいいじゃないですかね。まあ、ただ裏意義をクリアできる人多分毒武器いらないけどね、うん、よっしゃ毒武器取るためにここ行こうとはなんないと思うんですよ。まあただ毒武器全く持ってない人はここ行けば取れるよっていう、まあおまけみたいなもんですよね。これちょっと使徒に似てない？使徒に似てるね、確かに。あの使徒のコアのその、あの顔の部分ね、そうそうそう、確かにこれね使徒に似てる。これでしょ、これ似てないだこれちょっと似てるよね、可愛いですけど、ちょっとそれを聞いたら欲しくなりました、僕。まあ別にいらないかなと思ってたけど、まあでもね、スキルターン8で、毒が落ちやすくなる、どういう風に使うか分かんないですけど、まあ毒武器はちょっとタダでもらえるんだったら欲しいですね、僕は。無課金プレイヤーとしては欲しいです、これは。何上げかは気になるけど、そっか、50上げで50上げであれかもしれないもんね。あ、それは怖いですね、うん、まあでも欲しいですよね。だからいいんだよ、50上げだったら逆にこのスキルを使わなくて済むから、純粋な毒武器として、ターン数の長い毒武器として持っておけるんだよ。それはいいんじゃないですか、うん、これはいいと思います、はい。といった感じがね、もうざっともう本当に大まかな感じになってしまいますけど、今回のアップデート内容です。はい、それを踏まえて翼チャンネルはですね、またガツンとガーホちょっと物申していきたいと思います。これを踏まえた改善提案、改善案っていうのをガツンと言っていきたいと思います。はい、まあ今回もね、いろいろアップデートされますけれども、まあそれでも足りないよとか、僕はこうした方がいいよ、僕はこういう改善があるよっていう人がいたら、まあそれをコメント欄とかツイッターで教えていただけたらと思います。はい、翼チャンネルから言いたい改善案ですけど、まずはプラスね、今細かくプラス追加することはできるんですけど、それを逆に外すことができるようにしてほしいんですよ。なんか1とか2とか不思議な数がついてる、使ってないキャラいるじゃないですか、でも売りたくないやみたいなキャラ、それのプラスを集められるようにしたいですね。なんでかっていうと、例えばレアキャラで297振っちゃってるキャラがいいじゃないですか。だけど、いやここ実はね297いらないのでランダーに来たいんですよとかってあるじゃん。297だと過剰なんだよなって時に外せたりしたらちょっと面白いと思うんですよね、うん、だからプラス297を、まあプラスをね自由にこういじくり回せるようなシステムにしていただけると僕はちょっと嬉しいなと思います、はい、でもう一つはレーダーで助っ人募集するじゃないですか。でその助っ人のアシスト見せてくれよと何アシストされてるか分かんないキャラをさ、こう助っ人に呼んでもさ、いざ使ってみた時にダメなアシストだったりするとってなっちゃうんですよ。だからせめてアシストだけでも見たいと僕は思います。まあこれも細かいあれなんですけどね、うん、であと今回はまあトレード大幅強化来ましたけど、そのトレードの時にですね、例えばプラスの数とかスキルレベルっていうのを指定できたらなと思います。なんでかっていうと、例えばレア度は確かに同じかもしれないけど、出してる方が貴重だったりする時あるじゃないですか。だからこっちに付加価値をつけるためにプラスとかスキルレベルを指定できたら、よりこうトレードがまあ面白くなるんじゃないかなって思うんですよね。僕はちょっとそこのトレード機能の強化っていうのをちょっと進言します。で続いては、まあ、ダンジョン系のお話なんですけど、何回も言ったようなダンジョン、敵の会話オフにできたらいいと思わない？ランダンとかはオフできなくてもね、それはみんな状況同じにするためではしょうがないけど、周回するたびにすげえ長い会話する敵キャラいるじゃん、あれオフにできたらいいと思うんだよね。もう何回も言ってる時はさ、いらないじゃん。だからそれをオフにできたらいいなっていうのと、あとはマルチではできるけどソロでは連戦できないじゃん。今みたいにチケット集めたりとかって時に、連戦で周回したい時にソロでも連戦機能が欲しいです、僕は。はい、はい、マルチでやってる時に難易度、うん、
入れるようにしてほしい。例えば今着てる神羅万象とか、神羅万象の上級、中級、上級、長級みたいに、それをどんどんこう難易度を変えられたら、変えられての連戦がいいなってことね。ああ、確かにそれはいいですね。うん、いちいち入り直さなきゃいけないからね。それは便利かもしれないですね。うん、あと2つ男女のやつになっちゃうんですけど、まああんまりやってない人は気にならないと思うけど、3人マルチの時あるでしょ。あれがさ、1人死んで2人になった時、待ち時間もうちょっと伸ばしてくんないかな。2人だからやっぱいろいろ考えたくなるじゃん。3人ワイワイでももうちょっと欲しい。そう、待ち時間欲しい。だから待ち時間が無理だったら、せめてスキル使ってる時はタイム止めてくんねえかな。使ったら止めてくれる、うん、だからいっぱいスキル使う時にスキル使うだけで終わっちゃう時たまにあるじゃん。あれはちょっとどうにかなんないかなと思うんですよね。うん、そこちょっと改善欲しいです。あの、そのダンジョン系の改善案としてはそこです。本当にこれどうにかなんないですかね。ガンホさんお願いします。はい、続いてのね改善案なんですけど、まあこれはさっきから言ってますけど、チケットとかメダルのスタック化をすごくしてほしい。まあ、これはね結構なユーザーが思ってると思うんですけど、煩わしいんですよ。あのいっぱいになっちゃってね。まあ今回一気に交換できるようになったから、まあ多少はね軽減されると思いますけど、やっぱりスタック化してほしいなってのあります。はい、でまあこれまたチケット系のあれになっちゃうんですけど、今ねこうチケットとか集めるために男女周回してますよね。だけど純粋なダンジョンドロップキャラが欲しい場合、チケットとかが出たことによって落ちにくくなってますよね、今ね。それを解消するためにダンジョンを分ける、だこっちの A っていうダンジョンはチケット全く落ちません、純粋にダンジョンドロップキャラが落ちます、こっちは、今まで通りのそのチケットも含まれたあのものですとかっていう風にしてくれると、まあ取りやすいというか、まあ嬉しいなって、そのダンジョンキャラが欲しいっていう人にはいいんじゃないかなって思うんですよね。チケットでそのダンジョンドロップキャラ交換できればいいんですけど、できないですからね。ちょっとそれを分けるっていうのを検討してみてください。お願いします。で続いて、まあこれはまあまああんまり賛同得られるか分かんないですけど、ちょっとゲリラに関する要望なんですけど、ゲリラダンジョンあるじゃないですか。でいろいろ毎日やってますけど、あれって大体日中の時間帯ですよね。なんですけど、これからやっぱ夏休みになりまして、学生とかもね家にいて夜中とかまで遅くまで起きてると思うんですよ。あとは日中にね、そのゲリラできないね働いてる社会人の方もいると思うんですよ。なので僕が提案したいのは、深夜 1,2,3 時とかの時間帯のゲリラ、これがあるとねすごく嬉しいですよ。うん、はい、はい、魔法石1個使ってでもいいから、それかゲリラの時間を変えれるようにしてほしい。ああゲリラの時間はね、あ、だそれは次よと思ってたんだけど、だからコインダンジョンみたいなの復活させて、ゲリラを好きな時間にできるように、その日のゲリラをねみたいなのがあっても面白いんじゃないかなと。やっぱり時間帯によってできない人も多いと思うんですよ。うん、だしやっぱり深夜 1,2,3 時とかにゲリラあっても面白いと思うんだけどなって思うんだよ俺は。だって 1,2,3 時に YouTube とか見ても放送してる人いるじゃん。そこでゲリラできたらまたそれはそれで盛り上がると思うんですよ。だから僕は深夜帯のゲリラっていうのを追加してほしいなと強く思います。僕は、はい、まあこんな感じですかね。まあぐわーっていろいろ言ってきましたけども、うん、やっぱりねこう与えられたものだけで楽しむってもいいんですけど、やっぱりこうでもないああでもないね、こういろいろ議論し合うっていうのも、パズドラの楽しみの一つではないでしょうか。まあそんな中ね、こうやってねガヤガヤ言うおっさんが一人いても僕は、全然いいと思います。やっぱりこう声を大にしてね、こう庶民の意見を届けないと、変わるものも変わらないのかなと、すごく思いましたね。この動画に言ったことがね、次の 17.4 のアップデートでどれぐらい反映されてるかっていうのもちょっとね、楽しみになるんではないでしょうか。皆さんもね、何かこういった改善案、この改善案に対して僕はこう思うなってことあったらね、コメントとかお待ちしてますので、どしどし書き込んでください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。はい、もうアップデートは明日もう来ますからね、夜から朝方にかけてのアップデートになりますので、スタミナの管理、皆さんしっかりしましょう。どうですか今回のアップデート。まあ思うことはない。ない。ありすぎてない。まあありすぎるよね。まあそう、まあトレードはね、まあ大きな目玉ですけど、まあ楽しみなのはやっぱ裏企業。まあ出たらもうそれはもうすぐ放送しますから。はい。はい、わがまま。なんですか。わがままやねんけど、はい、裏企業出て。
いねんけど、うん、3割もなんか追加してほしい。ああそうですね、3人ワイワイの闘技場の例えば裏3人ワイワイとかあってもいいんじゃないですか。ガホンさん裏ですよ、3人ワイワイの方も強化してください、お願いします。裏でいいから、そうやっぱりね、配信してる側からすると3人ワイワイね楽しいんすよ。うん、やっぱりね、そこ配信してやっぱりパズドラ盛り上げていくってあるんで、そこお願いします。ぜひぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。そんじゃあね。